丸亀ブルーライター丸亀ボート70年ありがとう競争、7日間にわたったシリーズもいよいよファイナル。ファンへの感謝を胸に頂点をかけた戦いが幕を開けます。水面上第12レース優勝戦、1号艇山田優也、2号艇入見圭、3号艇谷村和也、4号艇那須啓太、5号艇大塚優、6号艇川島啓司、以上6名の対戦です。定番通りの進入となっていきそうです。インコースには1号艇山田優也、今年の四国チャンプ、研ぎ澄まされたスタートとターンでインからきっちりと押し切るのみです。2コースには2号艇入見圭、意外にもこれが今年初優出、上場のレーサー氏 V を狙います。奥3コースには3号艇谷村和也、こちら丸亀連覇がかかります。キャリアボデーを変えての勝負です。ここまでがスロー、ゆっくり引っ張っていきます。角の4コースには4号艇那須啓太、安定感抜群、ここは攻め手となる角から挑みます。5コース5号艇大塚優、自他ともに認める強力な船足、ここ一番一発もあり。そして最アウト6コース、こちらも気配上向きです。6号艇川島啓司、定番通り3対3に分かれました。第12レース優勝戦、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。インコース2コースがコースアウト、1号艇山田、2コース2号艇入見となっています。1マーク、インから1号艇山田が逃げて、2号艇入見がここは刺してくるか、さらにはその内側から3号艇谷村バックストレッチ先頭ですか、早くも3艇身4艇身リード、1号艇山田優也、2番手内優勢3号艇谷村和也、3番手からは2号艇入見圭、後方6号艇4号艇5号艇、なお12レース優勝戦スタートは正常です。一周にマーク、先頭は1号艇山田、2番手から3号艇谷村が追走、ホームステッチに戻りますが、先頭は一気にリードを取りました1号艇山田優也、2番手からは3号艇谷村和也、3番手からは2号艇入見圭、上位体系は1番3番2番の体制、レースは2周目に入っています。先頭ですが5艇身リード、1号艇山田、そして2番手3号艇谷村に外前迫ろうと2号艇入見となっています。しかし上位体系は変わらず1番3番2番の体勢です。後方ばらけて6号艇4号艇5号艇、レースは2周にマークへと移ります。先頭は1号艇山田、2番手は3号艇谷村、3番手からは2号艇入見でホームストレッチ、上位3艇1番3番2番の体勢です。レースは最終周回へと移ります。インコースから0台のコースタート、きっちりしっかりと押し切りました。予選もトップ通過、そしてその後の準優勝戦、準優勝戦もしっかりとものにしてのこのファイナル、1号艇まんまと逃げ切っての見事な戦いということになりました。そして2番手に3号艇谷村、3番手には2号艇入見、1番3番2番の体勢でラストコーナーへとレースを移ります。今年2回目、丸亀は2回目、通算では19回目の優勝は目前。先頭1号艇山田、2番手は3号艇谷村、3番手は2号艇入見、1番3番2番先頭1番山田優勝の五輪、2着3番谷村、3着2番入見五輪、6番川島五輪、4番那須、ラストで5番大塚五輪です。第12レース優勝戦の着順確定をお知らせいたします。1着1番、2着3番、3着2番以上でございます。ファンの皆様にお知らせいたします。丸亀ブルーナイター丸亀ボート70年ありがとう競争、見事に制しました山田優也選手、現在ウィニングランを行っております。どうぞ温かい祝福よろしくお願いいたします。優勝戦は枠なりの3対3、インコース1号艇山田選手、そして2号艇入見選手が0台スタート、しっかりとイン押し切っての見事な優勝ということになりました。7日間のロングランシリーズ予選、その後の準優勝戦、さらには昨日の準優勝戦、危なげない走りを見せて見事この優勝戦もきっちりと押し切っての見事な V ということになりました。自身優勝は2月の地区戦以来、今年2回目、丸亀も通算2回目、そしてデビューから19回目の優勝ということになりました。次走は4月24日平和島でのシリーズに臨みます。どうぞそちらでの活躍ご期待ください。優勝しました山田選手、本当におめでとうございました。